Welcome to my channel. こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今弾きましたのは藤井風さんの帰ろう。私が風さんの曲の中で一番好きな曲なんですね。帰ろう。その前奏の部分です。やっぱりここの音間違えちゃいましたね。こうなんですね。難しい。はい。それでは今日はですね、私気づいちゃったんですね。気づいちゃったら完全に理解ができちゃいました。それではよろしくお願いします。何かっていうと、その政治家の問題がこれだけ起こるっていうのはどうしてなのかっていうことなんですけど、わかりました。あのね、政治家を職業として選んでる人、志として自分の完全なライフワークとして選んで、そこの2種類いると思うんですけど、この職業として選んでる人がほとんどだから今日本はおかしいんだってことがよく分かりました。分かってたつもりだったんですけど、私もそのできればこういう問題とは無縁でいたかったので、まあ思考停止してたわけです。のんぽりとか言っちゃってられたらどんなに楽だろうと思ってたんですけど、そうもいかなくなってきてね、健康アドバイザーの資格取ったから。で、勉強してるとどうしても政治の話になると。そしてどうしてこんなに30年間ずっともう超閉鎖的な状況でどんどん悪くなっていると。で、この間その森永卓郎先生の息子さんの、動画を見たんですけど、その要するに大変なのに消費税を上げてるっていう、もうド M だとしか思えないと。で、それはなぜそんなことをやってるのかっていう話とかを聞いたんですけど、もし興味がある方は森永卓郎先生の息子さんのお話を聞いてみてくださいませ。概要欄に貼っとこうかな。はい。でね、分かっちゃったんですよ。今ね、そのもう斉藤知事のことでもう大騒ぎになってるんですけど、総裁選よりもそっちですよね、今ね。で、なぜ、総裁選も含めなんですけど、どうしてああいう人がいるのかなっていうことを考えたんです。そしたら、職業として選んでるからだっていうことがよく分かりました。これ営業マンだと思えば分かりやすいことで、例えば営業マンだったら顧客を増やす、歩合を増やす、要するに売り上げを上げるっていうことですよね。それが必ずしも営業マンの場合は学歴とかとはこう比例しないことはあると思うんですけど、政治家さんの場合はやっぱりいい学歴っていうのは割と一歩リード、二歩リードだと思うんですけど、政治家を職業として選ぶっていうことは、その権利を使っていかに自分がいい思いというか利益を誘導できてっていうことを、日夜本来使うべき頭の良さをそっちに使ってるんだってことがよく分かったんですよ。そしたら今起こっていること全て全部線でつながりました。だから国民のためとか市民のためとか県民のためとか考えてないわけですね。考えてないんですよ。その自分の権利を使っていかにお金を稼ぐかっていうための職業として選んでるんですよ、政治家を。これでフィニッシュですね。私もし職業として指導ってことを選んでたとしたらやれません。報酬が低すぎて。あんまりはっきり言えないけれど、私たちの報酬は毎年下がっています。私は新卒の22歳の子と同じ時給です。なぜそれをでは続けているのか。私はこれをライフワークだと考えているからです。はい。自分がねピアノを教えるっていうのは自分でそのレッスン料とかを決められますね。で、それは私が納得のいく、もちろん料金というか金額を設定することができるわけですが、学校で教える場合っていうのはもう県で決まってるわけです。だったらやめればいいわけですね。だからもう本当にマクドナルドとか、そのマクドナルドをこれバカにしてるわけじゃないからね、とかコンビニとかと一緒です。はい。私たちの場合は持ち帰りの仕事もすごく多いですし、その指導案を作ったり、テスト作ったり採点したりとかね、そういうこと全部あるので、その授業そういうことがほぼ含まれなくなりました。そうなの。
で、これはまあ私の話ね。じゃあどうしてやってるのかっていうと、私はこの仕事に使命感を感じているからです。さあ、で、さっきの政治家の話に戻りますけど、そこに使命感を感じているという、まあ表向きはそういう態度を取るんだろうけど、その権利を使っていかに自分がいい思いができるか、もだからもっとはっきり言えば、それでいかに儲けられるかっていうふうに、いい頭を使って、日々やってるとしたら、当然だなと思ったんです。今行われてるとか、今起こってること、全部納得がいく。全部、全部私は納得がいきました。岸田さんが息子さん、岸田さんの息子さんの話とか、まあまあ、今の斉藤知事のことに関しては、もうちょっと、もう、なんていうんですかね、出てくる事象がちょっとせこすぎる、残虐かつせこすぎるっていう、この振れ幅がひどすぎるっていうのと、まあ副知事もちょっと相当、私も YouTube を続けたいので、まあ、ギリギリできる表現でいくと、まあ、見た目だけでいけば副知事の方がね、で、まあ、ちょっと越後屋っぽいじゃないですか。ね、で、吉野俊明先生が、サイコパスっていうのは これまあ私はね、そこまでは思わないんですけど、犯罪者か政治家にしかならないってはっきりおっしゃったんですね。まあそれはちょっと言い過ぎで、まあ例えば会社社長さんとか、まあ医師にも結構、例えばその外科医なんていうのは、逆にそのある程度の、そのだって人の体切るわけだから、それを受け入れられるっていうね、まあある種のそういう部分がなければとても成り立つ仕事でもないし、まあだから優秀であってサイコパスっていう人は多いし、という話だと思うんですけど、まあ要するに職業として、だから、まあ例えば小泉家がそうだと言われてますよね。その、なんていうんですかね、麻生さんとか、まあ、鳩山さんとか安倍さんみたいに、お家がお金持ちで、その別に政治家やらなくても生きていけるんだけれど、やってるって人たちじゃなくって、家業として政治家をやってると、だから税金で食べていくんだってことを決めてる人たちですので、で、そのねえ ちょっと政治家をその職業として選んでるっていうのは、そういう考え方なんだっていうことが、よーく合点がいっちゃって、さっきね、ちょっとあんまり露天あのりょ合点がいっちゃって、ちょっとなんかこう、なんて言うんだろうな、ちょっとなんか今までの自分のなぜだろうっていうもやが晴れて、あ、じゃ全部今起こってること全部そうじゃないって、自分のためにやってるんだ。ディープステートとか、ブラックロックとかね、セーファーフランとか、今まで多分このことに気づかなければ、一生考えなかったようなことを今考えているんですけれども、というわけで、まあ気分が悪くなるので、本当はピアノの前でお話しするのやめたかったんだけど、その浄化としてですね、風さんを使わせていただいちゃってるっていうね、まあ意味でございますよ。はい。私はいつもこの帰ろうっていう曲が風さんの曲の中で一番好きなの。で、この前奏を弾くだけでね、ちょっと心がね、ほっとするんだよね。そう、音楽ってそういう力があるからね。はい、次回はそのすごくそういう考え方ってどうかなっていうことと、日本人のイケてる感性っていう、この2つを、お話ししてみようと思います。いつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。Thank you for watching. Thanks a lot and highly rated please. So see you another first. 最後までご視聴ありがとうございました。